第5節薬は本質的に毒である病気を治すそうとするとき、第一にするべきことは静かに自らを顧みて自分の肉体的ないし精神的な生活習慣上の誤りに気づきこれを強制することです生活習慣食事考え方性格などを変えていくことが先決です それでも病気が治らないときや緊急のときは薬を飲むことも必要かもしれません。しかし、薬を飲めば副作用でかえって害を受ける場合もあります。薬とは本質的に毒であると言えます。漢方薬の古典である漢の本造形では薬物を上薬、中薬、下薬に分類しています。上薬とは副作用はなく、 長期に飲んでも心配はなく、生理機能や精神機能を増大させ、寿命を全うする薬とされ、120種が挙げられています。中薬とは、身体機能に異常が生じた時や、衰えた体を元気にする薬で、使い方によっては、副作用があるため、あまり長期に飲むことは、好ましくない薬とされ、120種類が挙げられています。下薬とは、 人が病気になった時に使う薬で激しい作用があるため長期間は飲んではいけないとされ125種類が挙げられていますがんの本造形で上薬とされる代表的な薬品は植物性のものとしては手は勝負菊花、人参朝鮮人参九子偉人ム麦ブドウ、ゴマ、石蜜蜂蜜などが挙げられています動物性のものとしては ハチ,コハチの幼虫やサナギカキ貝類のカキキッコウカメの背中の甲羅などがあり鉱物性のものとしてはダンスナウンモダマイズミシショウチチなどが挙げられていますダンスナとは硫化大に水銀のことで長く服用すれば水銀中毒となって早死にしますこのため現代の視点からは ガンの本造形の記述を100%セン盲信することは危険です。ガンの本造形で中薬とされる代表的な薬品は、植物性のものとしては、イヌイハジカミ、生姜、カズラネ、クズノネ、シバエビス、梅実る、梅の実、海藻、ホンダワラ、ガケバ、ニガタケの葉などが挙げられています。動物性のものとしては。 鹿だけ、お鹿のまだ骨化していない生えたばかりの核、サイ核、インドサイの核、タンオンノリ、ニワトリなどがあり、鉱物性のものとしては、石硫、硫黄の塊、水銀、石膏などが挙げられています。がの本造形で下薬とされる代表的な薬品は、植物性のものとしては、ブス、トリカブトと同族、大王、気境、半夏などが挙げられています。 動物性のものとしては、ツバメシツバメのクソ、ガマ、ヒキガエル、カニ、炭水産のカニなどがあり、鉱物性のものとしては、鉄、金属の鉄、鉛に、酸化鉛、帽子を、食塩、石灰などか挙げられています。漢方薬は、副作用がなく安全だというのは、上薬だけで構成された薬の場合だけで、中薬や下薬が。 入っている薬は漢方薬であるからといっても絶対に安全ではないのです実際に漢方薬の副作用で死亡した例もありますが漢方薬は西洋医学の薬品と比較すれば安全な薬であると言えます病気の治療を目的に科学的に合成された西洋医学の薬品はほとんどが下薬と考えてもよく長期間服用すれば 必ず害があります熱が出たからといってすぐに解熱剤熱さましを使うことは症状をとるのにはよくてもかえって病気の治りを悪くする場合もあります熱とは体の代謝速度を上げて病気を早く治そうとする生態の防御反応だからです乳幼児の発熱にやたらに強い解熱剤を使うと 急使するる症例ががあることが知られていま,すまた小児がインフルエンザで高熱を出した時強力な解熱剤を使うとインフルエンザ脳炎を併発する可能性が高くなるという恐ろしい現象もよく知られていますまた細菌性胃腸炎の下痢の時に強い下痢止めを使用することは西洋医学的にも危険な行為として禁止されています 下リベとして排出するべき細菌や汚い瓶汁を体の中に停滞させてしまう結果になるからですさらに眠れないからと安易に睡眠薬に頼ることも強制の困難な薬物依存体質を作る原因となります高血圧の時長期間投与されることの多い高圧剤は長期間観察した結果によると 脳出血による死亡のリスク危険性を減らしますが逆に心筋梗塞による死亡のリスクを増加させ結局のところ延命効果はないというデータがあります高血圧の多くは本体性高血圧と言われ交感神経が緊張して血圧が上がりやすい体質が原因ですですから緊張して血圧が上がり 安い体質そのものを治すことが本来の治療であるべきなのですがこのようなことは問題にされずほとんどの医師が高血圧の治療というと短絡的に高圧剤を投与しています薬も上薬とされている薬以外はむやみに使用することはかえって病気の治りを悪くし副作用で苦しむ原因となります軽い風邪程度で やたらに抗生物質を使用するといざ本当の肺炎などになった時に抗生物質の効果を悪くするばかりでなく抗生物質に強い細菌薬剤耐性菌の出現を促すことになります抗がん剤などは全て典型的な下薬で科学的にも細胞毒であると証明されていますこのために漫然と投与すると 患者が副作用でで死亡すするる事態も起こるのです薬物療法では、なるべく薬は使用せず、やむを得ない時にだけ短期間に使用するのが原則です。どんな薬でも、長期の使用は、体の自然治癒力を阻害し、結果的に不健康な状態を固定する原因になります。薬の副作用で障害を受けた人が、医師や製薬会社を訴えることがありますが、 他人を訴える前に安易に薬に頼った自分自身を反省するべきです